ナルビクの戦いは、第二次世界大戦中の1940年に、ノルウェーの北極圏の都市、ナルビクをめぐって行われた戦い。4月9日に、ドイツ軍は、ベーザー演習作戦で、ノルウェーとデンマークに侵攻したが、その一環で、山岳兵一個連隊が、ナルビクを無欠占領した。ナルビクを奪還するために、イギリス、フランス、ポーランドの連合軍は、 ナルビクの北西のハーシュタに上陸した。二度のオフォトフィオルドでの海戦で、ドイツの山岳兵を運んできた十隻の駆逐艦は全滅し、ドイツ軍はナルビクを占領したが孤立することになった。ナルビクのドイツ軍にとって最も近くの遊軍拠点は約 700km 南方のトロンハイムであり、空軍の支援や補給は限定的であった。 英仏ポ連合軍とノルウェー軍はドイツ軍に対して数的には6倍近い優勢であったがノルウェー軍を除いて北極圏での作戦行動について訓練や装備を書いておりその脱会作戦の進行はスローだった5月28日に連合軍はナルビクを脱会したが同じ頃英仏軍はダンケルクからイギリス本土へ撤退中ですでに 派遣軍はノルウェーから撤退することが決定済みだった。6月8日に派遣軍は撤退し、ノルウェーでの戦闘は終了した。1940年3月1日、ドイツの総統であるアドルフ・ヒトラーは、ノルウェー侵攻を命令、ベーザー演習作戦と命名された。この作戦には、ドイツ海軍の大部分が参加し、ノルウェー攻略に当たる艦艇は6つのグループに、 分けられた。なるべく攻略にあたる、グループ1は、駆逐艦、ゲオルクティーレ、ボルフガングセンカー、ベルントフォン・アルニム、エーリッヒ・ギーゼ、エーリッヒ・ケルナー、ディーター・フォン・レーダー、ハンス・リューデマン、ヘルマン・キュンネ、ビルヘルム・ハイド・カンプ、アントン・シュミットで構成され、フリードリヒ・ボンテ大将が指揮した。各艦には、エデュアルト、ディートル・少将が率いる。 第139山岳両兵連隊の陸軍将兵が約200名ずつ合計1900名が乗っていた。グループ1は4月6日夜にベーザーミュンデから出港しトロンハイムへ向かうグループ2や巡洋戦艦シャルンホルスとグナイゼナウと共に北上した。その途中、遭遇したイギリス駆逐艦グローウームを撃沈した。 4月8日夜に、ロフォーテン諸島沖で2隻のュニ要戦艦と分かれて、グループ1ベストフィヨルドを北上し、4月9日未明に、なるびくへ通じるオフォトフィヨルドに入っていった。ただ、途中嵐の中を航行する際に特に燃料消費が大きかったエリッヒギーゼは、燃料節約のため遅れていた。オフォトフィヨルドに入った、グループ1は、ノルウェーの艦視艇、マイケル・サーズと、 ケルトに発見された。ノルウェーの監視艇は、旧跡のドイツ駆逐艦が、オフォトフィヨルドに入ったと報告した。フィヨルド途中のラムネース水道には、沿岸砲台があると思われていたためハンスリューデマンとアントン・シュミットが、その攻略に向かったが、実際は、そのようなものは存在しなかった。フィヨルドの外へ向かっていた、ノルウェーの監視艇戦者が、 このドイツ駆逐艦を発見したが、誤って、イギリス駆逐艦と報告した。後で、ドイツ駆逐艦と修正されたが、その通信は届かなかった。続いてボンテは、ボルフガングツェンカー、エイリヒケルナー、ヘルマンキュンネの3隻をヘリアンクスフィヨルドのエルベゴール船領に向かわせ、ビルヘルムハイドカンプとゲオルクティーレ、ベルントフォンアルニムを率いて、ナルビクへと向かった。 もう一隻の駆逐艦、ディーターフォンレーダーは、オフォトフィオルド入り口で紹介に当たっていた。ナルビクには、ノルウェー海軍のノルゲ級解防戦艦、アイツボルトノルゲが停泊していた。ドイツの駆逐艦による、フィオルド侵入が伝えられていたため、解防戦艦では戦闘準備が整えられていた。4時15分に、吹雪の中から、ドイツの駆逐艦が現れると、 郊外に停泊していたアイツボルは発光信号で追加したがドイツ駆逐艦からの返答はなかった。そのため警告射撃を行い停戦を命じる信号機を掲げた。この後ビルヘルムハイドカンプは停止し、ゲルラッハ中佐と信号手がアイツボルへと向かった。ゲルラッハはアイツボルのビロック艦長と会い、降伏を要求した。ドイツ軍の侵入者に対しては抵抗するよう、 命じられているため上官と相談する必要があると、ビロックは述べた。ビロックは上官に連絡を取り明確な攻撃命令を受けた。それを告げられたベルラッハは、アイツボルから離れると赤色の信号弾を発射した。この時、ビルヘルム・ハイドカンプは、アイツボルから700メートル離れた場所にあり、魚雷発射艦は、アイツボルの方に向けられていた。ボンテは、 アイツボルからの攻撃があるまで攻撃を待とうとしたが、アイツボルが体当たりを試みようとしているように見えたこともあり、ビルヘルム・ハイドカンプ艦長、ハンス・エアーディメンガー中佐が、魚雷発射命令を求め、ボンテも許可した。ビルヘルム・ハイドカンプは4本の魚雷を発射し、そのうち2本ないし3本が命中した。アイツボルは、弾薬の誘爆と思われる爆発を起こし、沈没した。 4時37分のことであった。艦長以下177人が死亡し、生存者は8人であった。一方、ゲオルクティーレとベルントフォン・アルニムは停戦せず、港内に入って、兵員を上陸させ始めた。港内に入ってくる2隻のドイツの駆逐艦はノルゲから、死人されたが、すぐに、雪の中に消えてしまった。続いて、アイツボルが爆発した音が聞こえたが、 やはり何も見えなかった。4時45分に再びドイツの駆逐艦が確認できると、ノルゲのペールアスキム艦長は砲撃を命令した。ノルゲは800メートルの距離で21センチメートル、砲弾5発と7から8発の15センチメートル砲弾を発射したが命中しなかった。ベルントフォン・アルニムが12.7センチメートル砲で応射したが、こちらも命中しなかった。 続いて、ベルント・フォン・アルニムが7本の魚雷を発射した。2本がノルゲに命中し、ノルゲは転覆して沈没した。アスキムを含め96人が救助されたが、105人が死亡した。ナルビクは上陸したドイツ軍により占領された。ラムネース水道で分派された、駆逐艦はそこに兵員を上陸させたが、沿岸砲台がないとわかると、再び兵員を収容し、 なるびくへと向かった。なるびく占領に成功すると、ドイツの駆逐艦は、キロのための燃料補給を開始した。本来なら、事前に2隻のタンカーが到着しているはずであった。しかし、なるびくには、ヤンベレンしか到着していなかった。ヤンベレンは4月6日に、ソ連領内にあった、ドイツの基地ベーシスノールを出発し4月8日に、なるびくに到着していた。 他のタンカーカテガットは4月3日にビルヘルムスハーフェンを出発したが、イギリスの機雷布施設の影響を受けて、航路を変更したため到着しておらず、後の4月と0日朝に、ノルウェーの小海艇ノールカップに発見され自沈ヤンベレンは、もともとは、捕鯨母船であり、給油能力が低かった。給油は同時に2隻までにしか行えず、 しかも十分な量を給油するのに8時間も要した。ドイツ軍が、ナルビクへ向かったという情報より、海軍本部は、第2駆逐艦隊の H q 駆逐艦5隻、ホットスパー、ハボック、ハンター、ホスタイルに攻撃を指示した。4月9日の夜に、部隊は、ドイツ軍に探知されることなくオフォトフィオルドからナルビクへ、 侵入し、奇襲に成功したが、ドイツ軍も反撃に出て、双方とも2隻の駆逐艦が沈没し、司令官は戦死した。残りの戦闘艦艇も、ドイツ軍の3隻が、比較的軽い損傷であった以外は、大きなダメージを受けた。イギリスの3隻の駆逐艦は、4月10日早朝に、オフォトフィオルドから脱出した。4月13日、 戦艦、ウォースパイトと駆逐艦9隻からなるイギリス艦隊はオフォトフィヨルドへ侵入し残存していたドイツ駆逐艦8隻を撃沈するか自沈させた。また、U ボート1隻がウォースパイト艦載機の攻撃により撃沈された。海戦を生き残ったドイツ駆逐艦乗員、約2600人は陸上に上がり、山岳兵がノルウェー軍武器貯蔵庫から押収した武器。 弾薬、ノルウェー軍征服を支給されて、ディートルの参加で、海軍風評部隊として、なるびく周辺での地上戦に参加することになった。ドイツ軍は、なるびくを占領したものの、海戦の結果、海上は、イギリス軍に制圧され、孤立することになった。もっとも近くのドイツ軍拠点は、遥か南方のトロンハイムのドイツ軍になり、トロンハイムのドイツ軍も孤立していたので、 当面、補給は期待できなくなった。連合軍は5月初旬にオンダルスネストナムソスから撤退し、ドイツ軍はトロンハイムのドイツ軍と地上でつながったが、なるびくのドイツ軍は依然孤立したままであり、連合軍に対して劣勢であった。トロンハイムからドイツ軍はなるびくのドイツ軍に接続するため北上する地上作戦を実施していたが、 5月中旬の時点でも、なるびくのドイツ軍に到達するには、300km 以上も進む必要があり、間に合いそうにはなかった。なるびくのドイツ軍を救出するためには、何でもせよ、と相当の指示で、海軍の考案したのが、有能作戦で、水上部隊で、なるびく周辺の連合軍の地上軍と海軍を叩く、ものであった。6月4日に、 シャルンホルストとグナイゼナウを帰還する艦隊は、キールから出撃した。6月8日、ノルウェーから撤収させる戦闘機を輸送中のイギリス空母、グローリアスが、シャルンホルスト、グナイゼナウと遭遇し、護衛の駆逐艦2隻ともども撃沈された。ただ、ドイツ側もシャルンホルストが、ひかみなりしたため、撤退中の戦団は、攻撃を免れた。 ナルビク攻略を担当したドイツ軍は第139山岳兵連隊で精鋭部隊であり指揮官エデュアルト・ディートル少将はヒトラーの信頼がとりわけ厚かった。4月9日早朝にドイツ軍はナルビクとノルウェー第6師団の重要な武器貯蔵庫であるエルブガーズ面を無欠で占領した。なるびク地区の防衛司令官コンラード・サンドロ大佐は 無用の流血を避けるため市内で部隊と共に降伏した。エルブガーズ面の武器貯蔵庫にはニコ連隊を装備するのに十分な小銃、弾薬、制服と共にディートルの部隊が3ヶ月近く食いつなげられる領食があった。工天の中を駆逐艦輸送したため、甲板上にあった銃装備はべて流されてしまい、上陸部隊は銃火器を欠いていた。 さらに、ドイツ軍の計画では、ノルウェー軍の沿岸砲台を使って予想されるイギリス海軍からの攻撃に対抗するつもりであったが、実際には、歴代ノルウェー政府の怠慢により沿岸砲台は存在しなかった。差し当たってのドイツ軍の目標は、バルデフォスの飛行場を確保することと、 スウェーデン国境までの鉄道路を確保すること、ノルウェー軍の反撃に備えて、防衛陣地を構築すること、であった。なるびくの山のドイツ山岳両兵。なるびく戦線における、ノルウェー軍部隊。なるびく北方で活動中のノルウェー軍 M017.5 センチメートル野戦砲。5月の2週目、ドイツ軍の東、グラトン市でのノルウェー軍の進撃は、 なるべく戦線における最も重要な活動であった。その上、ノルウェー軍の右側面では、フランスのアルペン両兵部隊が、ノルウェースキー中隊の支援を受けて、ラバージュの谷へ進んでいた。オフォトフィヨルド南部では、連合軍はあまり成功を収めておらず、また、オフォトフィヨルド北部では、作戦行動を行っていなかった。 ノルウェー軍は、山岳での作戦に成功し続け、5月半ば、連合軍は主導権を奪い、重要な勝利を成し遂げた。パリとロンドンの、両政府は、なるびく戦線における進歩が遅いことによりイライラ、しており、そのため、フランス軍の指揮官はより多くの行動を取るよう、迫っていた。ノルウェー軍の M-29 重機関銃、なるびく戦線にて、 慎重に上陸を行うことは断念され、5月12日、真夜中、陸海空共同による攻撃が開始された。この攻撃はビュールコビックへ向けられ、ヘリアンクスフィオルドでイギリス海軍による砲撃の後に行われた。フランス外人連隊は、軽戦車5両の支援を受けた上で岸に上陸した。フランス軍は、ビュールコビック、エルブガーズ面中流地を占領。 ドイツ軍が撤退した北西方面へ進撃、そしてハージャングスフィヨルドの東側に沿って南へ移動した。計画では、ポーランド部隊はフィヨルド西側へ上陸した後、ビュールコビックの方へ進撃することになっていたが、複雑な地形は彼らの進撃を遅らせることとなり、ビュールコビックが占領される前に到着することができなかった。それは、フランス軍とノルウェー軍が、 ドイツ軍を包囲するために北から進む計画の一部であったがノルウェー軍とフランス軍の指揮官らの協力関係問題はドイツ軍が撤退できる隙間を残すこととなったこれらの問題にもかかわらず連合軍はなるべく北方の見通しが効く場所を占領した上でロンバックスフィヨルド上で攻撃する予定であったまた連合軍は バルデフォスからの航空支援が完全に確立されるのを待ったため攻撃開始が遅れていた。5月28日23時40分、海軍による砲撃が北から開始された。フランス軍2個大隊とノルウェー軍1個大隊はロンバックスフィヨルド対岸へ輸送され北からマルビクに向かって進撃した。南側ではポーランド大隊が アンケネスとベースフィオルド方面へ進撃していた。上陸用集艇の最大定員は290名であったが、これらの部隊は45分間補強することができなかった。残りのフランス軍、ノルウェー軍の部隊が上陸する頃までに、これら最初に上陸した部隊は、オルネスで足場を確保していた。フランス軍は都市の方へ先進、そして鉄道に沿って投進した。 ノルウェー軍はタラルドビック3の方へ進撃、その後、転進して都市の方へ山を下った。ドイツ軍指揮官は午前7時前に撤退を決定、ベースフィヨルドに沿って退却、連合軍は陸上で初の大きな勝利を得ることとなった。グリーノックへ撤退したイギリス軍、1940年6月、5月下旬にはドイツ軍には降伏するか、 スウェーデンに逃げ込んで抑留されるの二つしか選択肢はないように思われた。ドイツ軍は北からノルウェー軍、西からフランス軍、南西からポーランド軍の攻撃を受けてスウェーデン国境の一角ビュールノフェイジェルを保持しているだけだった。しかし5月中旬のフランスでの英仏軍の大敗によりロンドンでは軍を撤退させることを5月24日に 決定した5月24日から25日にかけての夜、航空機は撤退命令を受けた。連合軍の指揮官はなるべくへの攻撃を行うことにより、撤退を偽り、鉄鉱石の積み出し口を破壊することに同意した。ノルウェー政府と軍司令官は6月初旬にそのことを初めて伝えられ、 ノルウェー側のイギリスに対する不信と失望をひどくした。フライシャーは単独でもドイツ軍と戦うことを望んで、おり、つい6月5日頃、2個ノルウェー旅団のうちの片方に、攻撃を命令した。ノルウェー政府も、中立政策を行うべきか、自由北ノルウェーを設立するか可能性を探っていた。だが、この計画は無駄に終わり6月7日、ノルウェー国王、 ノルウェー政府はイギリスへと亡命した。1940年6月4日から8日の間にすべての連合軍部隊はナルビックから撤退した。ポーランド客船3隻が避難活動に参加した。フラブルイーは5月14、15日のドイツ軍の爆撃で沈没した。6月7日、ノルウェー政府はノルウェー国内での戦闘を放棄、イギリスへの亡命を決定。 夕刻にはノルウェー国王、皇太子、政府閣僚はイギリスへ向けて、出発、6月8日、ディートルは、ナルビクを、奪還、6月9日、ノルウェーに残留することを選んだ、ノルウェー国防軍最高司令官ルーゲは、ドイツ軍に、休戦の申し込みを行った。その日の夕刻ノルウェー国王及び政府は声明として、国は、離れるが、 ノルウェーの独立を取り戻すための戦いは放棄せず、国外での闘争を選んだことを発表した。そして6月10日、ノルウェー最後のノルウェー軍は降伏した。負傷して構想されたドイツ兵、1940年7月、ビルヘルム・グストローフでドイツへ帰国した。なるびくで負傷、スコットランド、グラスゴーのマーンスカーク病院に入院したイギリス兵、サムサと雪は、 なるびくに滞在したすべての部隊の共通の敵であり、さらに連合軍の大部分は十分な装備を保持していなかった。ノルウェー軍はスキーを完全装備しており、それらを利用できる唯一の部隊であった。イギリス軍もスキーを利用しようとしたが、訓練が足りず、またその装備の供給も不足していた。ドイツ軍の水兵らもこれらの問題に取り組み、 ドイツ軍、フランス軍の山岳部隊でさえ、ほんの少しの部隊のみがスキーを備えていた。大部分の部隊は戦闘経験がなく勝ったが、それに対し、ドイツ山岳部隊は、ポーランド侵攻に参加しており、ビュールのフェゼルで降下した、降下部隊の幾人かは、オランダの戦いに参加していた。フランス外人部隊のいくつかは、北アフリカ戦線から直接派遣され、一部の、 ポーランド将校はドイツのポーランド侵攻で戦っていた。連合軍は作戦の最終段階まで制海権、制空権を主中にしていたが、それをフル活用することはなかった。ドイツ軍は海戦で負けはしたが、侵攻の成功とノルウェーの占領という作戦の主要目的を果たした。なるべく周辺でのドイツ海軍の損失は多く、 駆逐艦10隻と潜水艦1隻、そしていくつかの支援船を失った。その引き換えに、連合軍の駆逐艦2隻を撃沈、他の数隻に損害を与えた。この敗北の理由は、ドイツ海軍が、ナルビク港に派遣したタンカーに護衛をつけることができず、無防備であったことである。タンカーを2隻しか手配せず1隻しか、到達できなかった結果、 10隻の駆逐艦への給油が完了しなかったため4月9日夜に北に着くことができず、イギリス海軍の反撃から逃れることはできなくなってしまった。連合軍は4月12日にイギリス大使が本国へ打電したナルビクの奪還はほとんどノルウェーの救援に寄与しないというのを2ヶ月かけて実演することになった。 1940年のこれらの戦いを背景として、1964年に、ナルビク戦争記念博物館が、1990年に、北ノルウェー平和センター財団が設立された。2016年4月27日以降は、ナルビクセンター財団により、ナルビク戦争記念博物館が運営されている。ありがとうございます。